100% の間に反射率が入っているから、まあ、セーフカラーであるっていうところですね。金属としては安全な、色味になっているというところですね。でこの中に入っているのは基本的には全部シルバー銀ですね。だったら250、まあ、ここに書いてある通り、まあ、レンジに入っているかなというところですね。でさっきの反射率もあのグレースケールの値で 70% から 100% っていうところとかなので、ちょっとこの RGB で見るとまたちょっと違う感覚に見えるかもしれないですね。 R が高くて G が高くて B がここであっても、まあ、70% 超えてるはずなので、これ合わせるとはいっていうところもちょっと考慮してもらえればと思います。これがあの基本現実世界から測定したデータの反射率が入ってるデータ、まあ、これが PBR メタルリフレクタンスっていうノードになります、うん、今回ゴールドでそのままで、これを今入ってるってとこですね、このベースカラーに、うん、はい。で次ですね、まあこれが一番大事なんですけど、この PBR ベースカラーメタリックバリデートみたいな読み方合ってるかわかんないですけど、これで測定できます。基本は、うん、でちょっとこれもうこっち使わないんですけど、こっち行って、でまずリフレクタンス、これがあの非金属じゃなくて金属ですね、メタルの方で、ユニフォームカラーをちょっと使おうかなと思うんですけど、どれだっけな、流すやつこれか、うん、でこれがアルベドとして考えましょう。でこれを入れると、まあ、真っ赤ですよね。真っ赤が NG ってことです。で、これをちょっと徐々に上げていくと、こう、緑になりましたよね。真っ黒、先ほど言ったの、これだと、さっき言ったの30以下は赤くなるってルールとかあったと思うんですよね。50が、まあ、赤くなったり、まあ、50以下は赤くなるっていうのがあったりするんで、今だと43ですよね。ここ見ると。なので、ちょっと警告で出るよっていうところですね。ここが50に行けば緑になるって感じです。なので40あたりから50にかけてこの警告どんどんオレンジから緑になるっていう感じですね。なので50行けば安心っていうのになります。うん、でこれで警告チェックが基本できます。なのであの複雑なテクスチャーでもこう刺してチェックすれば、どっかが赤くなってどっかが緑になったりすると思うんで、それでチェックできるってものになりますね、うん、はい。で次メタリックのチェックですね。よいしょ。メタリックのチェックも同じで、まあ、これ刺してやるとまあ緑になってるように見えるじゃないですか。でもこれちょっとうまくいってなくて、まずここですね、アルベドをメタルに変えるんですね。でメタルに変えるとうまくいってると思いきや、これもうまくいってないんですよ。でこのノードのデフォルトってこのメタリックが0の値が入ってるんですね。つまり0ってことはメタルにしてもアルベドって認識の中ではされてるん でこのノード働いてないんですね。でも中見たらそんな処理だったんで、なのでこれ使うときは必ずメタリックにも値を入れていくのがいいと思います。なのでグラディエントマップ作って、このグラディエントマップをグレースケールにして差しとく。でここの値をちょっとこれよいしょ消して置いてチェックする。でグラディエント1だから、メタリック金属であるっていうことをこのノードに伝えてから使うっていうのがいいですね。なので結局のところこれコンバインドにして使うのが基本にしていいのかなと思います。こういちいち刺さないとね、いけないので。で、このコンバインドは、このメタルが複合的な要素になっているときに働くってところですね。0か1が基本なんですけど、金属か非金属を判別するためのがメタルマップの特徴なので。はい。なので、例えばチェッカーかな。よいしょ。これでタイルを減らして、今このノードってあのどっちにせよまあアルベドだろうが何だろうがうまくいってるんですよね。
多分240以内に収まってると思うんで、トップも分かりづらいけど、バリュー、うん、はい。なのでちょっとこれをちょっともうちょい分かりやすくしましょうか。白がメタリックっていう部分なので、ちょっとブレンドで。なので逆に失敗する例をやった方が分かりやすいと思うんで、これだとどうなるか、ちょっと一回テストしますね。赤、ここが赤になって、こっちのメタリックの方が赤だと思ってください。で、黒い方がアルベドになるはずだから、こんな感じ、ね、こっちがピンクがアルベドと思ってもらって、分かりにくいですね。で、白い部分、つまりここ赤い部分はメタリックだからこう赤くなってる。なのでこれは、このチェッカーでいう60から 100% の間に入ってないってことなので、上げてあげる必要があるんですね。で、これも色なしの方がやっぱ分かりやすいのかな。色なしでこれのバリューが下がると NG になるんですね。155から OK のルールに今なってるんで、ちょっと下げると赤くなっちゃうので、基本この緑を保つようなのにリフレクタンス、つまりメタリックはしておかなければならないってことになります。で、次このアルベド側ですね。アルベドは最初やったんですけど、まあ真っ黒だと NG なので、これも上げていけば、これは50ルールなんで50にすれば、まあ安心なベースカラーになるっていうことになります。こういうので赤をなくしていけば、正しいベースカラーになるっていうことになります。これ大変ですよね。なのでこれを一発で綺麗にアルベドをしてくれるものが実はあります。ただそれ狙った色にならなくて、単純に底上げしたりクランプするみたいな処理なので、思ってる処理にはならない可能性があるんで、あくまでオートメーションって意味で使うといいのかなと思います。それはまた PBR ユーティリティの中にある PBR アルベドセーフカラー、これを使います。で、ぐちゃぐちゃなものをちょっと用意しましょうかね。例えばめっちゃ汚いエラー出まくってる状態にまたしますね。出まくってるというか、こんな感じ で、これ多分アルベドしか直らないんですよね、これ。PBR アルベドセーフとアルベドドゥーセーフカラーって、なので、ね、金属側は影響はないっていうものになるかなと思います。で、赤くなったんで、こっちの方も真っ赤でも全部うまくいってない状態にしてテストしてみましょう。よいしょ。でやると、こう比較してみると分かるかもしれないんですけど、この黒い部分はこれ引き上がってますよね。この黒い部分はアルベドですけど、でこれを引き上げを自動でやってくれるものになります。で、これスポイトで見てみると今39ですね。で、これトーレランスを0にすると50に近づくんですね。なので厳しいルール側になります。で、これ1、トーレランスを1にすると31RGB ですね。なのでこれ緩いルールになるんで、まあ、ここもあの先ほどのこっちのチェッカーにあるこのルール 50SRGB か 30SRGB っていうのをこのスライダーのトーレランスで、変えることができるようになります。というわけで、この3つのノードがサブスタンスデザイナーには用意されているので、まあ、正しくベースカラーが作られているかどうかの検証を行うのがこの PBR ベースカラーメタリックバリデートっていうこのノードですね。ここにも説明書いてありますね、ちゃんとデスクリプションのところに。で、ここを見るとまた意味がわかるかなと思います。で、こっちの先ほど使ったアルベドセーフカラーですね、ベースカラーを PBR ワークフローにのっとって調整してくれるものになります。真っ黒だったら30とか50のレンジまで上げてくれるものになります。で、最後 PBR メタルリフレクタンスですね。
まあ、これは金属だとこうっていうのに、まあ、いちいちウェブで調べて、リフレクタンスをね、調べて入れるのめんどくさいんで、まあ、こういうのが用意されてるっていうところですね。あといっても、この足りないものもあると思いますけどね、アイアンとかチタニウムとかいろいろあるんですけど、まあ、調べるとたくさんあるので、うん。なので、それはそれでまた、結局は調べなきゃダメなんですけど、まあ、デフォルトではこういうのが用意されてるっていうものになります。はい、サブスタンスデザイナーの方は以上となります。続いてサブスタンスペインターの方のやり方を見ていきましょう。はい、こちらサブスタンス 3D ペインターの方ですね。でこんな感じでありますというところですね。これデフォルトのなんだっけ、スフィア、プレビュースフィアですね多分。ちょっと自分が手を加えてなきゃ。でこれをちょっと見ていきましょう。でここに他の調整レイヤーみたいなマーク、フィルターズがあって、でこの何やら PBL 似たようなものがあります。バリデーションなのかな、これバリデートメタリックラフネスのチェックができますね。でこれをここに入れますと、よいしょ、って言うともう真っ赤ですね。先ほど言った通り真っ赤は NG ですっていうところなので、これを直していく必要があるってところですね。もう赤くなった時点で現実的に正しくない数値っていうのが分かるので、これをどんどん緑にしていく処理が必要になるってところですね、うん、なのでこれの場合はなんかテンポーラル AA かなんかせでビューが変わるんですね一瞬。はい、まあ置いといて、うん、まあ、基本はこれですよね。ブロンズアーマーっていうのの、まあ、このベースメタルかな部分が多分怪しいので、ここを引き上ければいいかな。このここが見づらいけど、まあ、0. バリューが 0.6 っていう時点で、まあ、低いんだろうなってちょっと感じますよね、うん。まあ、ちょっと上げてこう、お、うん、まあ、こんな感じですね。 0.7 かなと。0.7 っていうのこっちは60、まあそうですね、 RGB だとちょっと分かりにくいんですよね、このレンジに入ってるとかっていうのは。ただまあ上げてみるとまあ足りないよっていうところなんで、うん、まあちょっと上げたってところですね。はい、というわけで基本緑になればいいんだろうと思ってもらえればいいです。でこれはメタリックマップ側を参考にしてこれ算出されてるんで、メタリックほぼ入ってないですね。全部メタリックだからかな。はい、よいしょ、これマテリアルのせいかな。はい、うん、でこうですね。メタリックはまあここ白いところと黒いところ分かれてますけど、まあ、黒いところは、まあ、アルベド成分。アルベドというか、まあ、サビとか、そういうのって、まあ、金属ではなくなってくる、まあ、汚れとかの塊っていう意味で、黒になってると思うんですよね。こういう、サビって部分は。金属というよりも、付着物の方を、の表面的な部分を黒としてると思ってもらえればと思います。なので、黒になってるってところですね。はい。なので、まあ、これで、まあ、おおむね、まあちょいちょいあるけど、こういうところはまあね、しょうがないくもない。完璧にやればまあ、緑にするべきなんですけど、そこまで細かくやんなくても自分はいいかなとはちょっと思いますけど、細かくやりきりたいって人はやってみて、慣れておくのはいいかなと思うんですけど、まあ、概ね緑になったら、まあうまくいったなぐらいに思えばいいかなと思います。まあ本当はね、汚れとかもちゃんと見て、どっかにあると思うんでね。細かく、あ、これか。で、こう、またチェック、ここ上げていけばいいのかな。とかね、どっち、これアルベド成分だからどっちだろうみたいな、そういう話も出てくるんで、あ、消えた。今度は高すぎるのかな。とか、まあね、そういうのもあったりで、まあ、ちょっと感覚にこれはこれになるっちゃうところも、高すぎる高いから、こっちはアルベド側か。こっちはどっちだみたいな結構なるから、これはこれちょっとね、大変っちゃ大変ですね。なので、おおむね、ベースのメタルさえしっかりしてれば、まあいいかなとはちょっと思っちゃいますけどね、甘いのかな。
はい、まあでもこれが、うまくいった例って思ってもらえればいいかなと思います。はい、というわけで、サブスタンスペインターだとこの PBR バリデーションバリデートかを一番上に置けば、そのチェックができるので、最終的にはこの緑色になることを目指してやっていけば、そのアンリアルエンジンとかに入れた時にでも、そのライティングした時に、まあ、正しい、物理的に正しい見た目レンダリングがされるっていうものになります。はい、なのでこのビューだけでうまくいったっていうよりも、あらゆる要素が混じった時に正しく動くっていうような、ゴールイメージを持っていただけると一番いいのかなと思います。はい、今回はこんな感じでしたね。まあ、最後軽くまとめいきましょう。はい、まとめですね。まあ、ベースカラーって何をっていうと、非金属とか反射率、まあ、非金属と金属の成分2つが分かれていて、それをメタリックで判別する仕組みになってます。で、アルベドのルールはこんな感じですね。sRGB30 から240が緩いルールで、厳しいルールが sRGB50 から240の範囲ってなってます。はい、まあ慣れるためにも厳しいルールにちょっと慣れておくとまたいいのかなとは思いますね。徐々に緩いルールに、なっていっちゃうと思うので、まずは厳しく作ってみるといいかなと思います。はい、で次メタルのルールですね。まあ、緩い厳しい、こちらもあるんですけど、まあ、基本は厳しいルールで作って、まあ、どんどんまたやってるうちに下がっちゃっていくだろう、この緩いルールのっていうところは、まあバッファーというか、まあ、安全確保っていう意味で基本は厳しいルールで作っておくといいかなと思います。はい、でこれらのチェックにはサブスタンスペインターにもデザイナーにもチェックするツールがあるので、それを利用して修正して新しい PBR テクスチャーの作り方をしていきましょうという話でした。はい、まとめは以上になります。はい、ちょっとねこれ結構ちゃんとやるとね難しいんですけれども、まあ、慣れておくとこんなすごいより良い、よくなんでしょう、物理的に正しいレンダリングにどんどん近づいて嘘のないものができていくと思うので、ぜひちょっと体になじませてもらえればいいかなと思います。はい、今回の動画は以上となります。この動画がもし参考になったら、チャンネル登録とか、高評価いただけると嬉しいです。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。